この時間は雑誌週刊文春電子版コンテンツディレクター村井源さんにいつもより1日早い今日発売の週刊文春から記事を紹介していただきます。村井さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。今日もよろしくお願いします。電子版は1日早く記事を読むことができるんですよね。はい、紙の雑誌の前日の正午には記事が出てますのでお読みいただければと思います。はい、さあそれではまずはこちらからいきます。週刊文春も入国禁止リストの面々が触れた急所。ロシア外務省が発表した入国禁止リスト、政治家など63人の名前が挙がりましたが、村井さん、その中に週刊文春の名前、はい、ありましたね。いや、ありましたね、これはちょっと私もびっくりしたんですけれども、はい、ロシアへのですね、制裁措置の報復として発表されたリストだったわけですけど、一番最初は岸田総理をはじめですね、外務大臣など政治家、それから他の閣僚、それからメディア関係者、研究者などの名前がある中にですね、週刊文春の加藤明彦編集長の名前も入ってましたね。はい、これは周りではどういう感覚なんですか？いや、編集部は結構びっくりという感じではあるんですけれども、ただちょっと結構ロシアの問題ね、報じてきたので、はい、そんな誇らしいというような、そういう気持ちもね、なくもないかなという感じ、ね。向こうが反応したってことですもんね。そうですよね。これ、雑誌や新聞といった活字メディア、リスト入りしたっていうのは他にもいますよね。はい、見るとですね、メディア関係で狙い撃ちされているのは、もう社長以下4人がリスト入りした産経新聞ですよね。はい、あと、うち以外で雑誌で言うと、会員制の月刊誌の選択。はい。選択も入ってましたね。で、この選択ですけれども、ウクライナの緊張が高まる前からですね、毎月のようにロシア問題を取り上げて、プーチン大統領のですね、家族とか側近の私的な部分を含む記事もですね、掲載していたので、リスト入りしたのかなという気はしますね。村井さん、このリスト入りの基準というのは、どう受け止めてますか？はい、これなんですけど、いろいろちょっと今回ですね、専門家にも話を聞きまして、中でもですね、リスト入りした筑波学院大学のですね、中村一郎先生に、聞いたところですね、これはどうやら侵攻開始した2月下旬から3月に作成したリストではないかと。でそれを今になって公表したと考えると、辻褄が合うと言ってるんですが、これというのもですね、中村先生ご自身がですね、3月31日付で筑波大から筑波学院大に移っているんですね。はい、でも今回のリストにはですね、筑波大の教授というふうに書いてあると。なので、それを考えると、ちょっと前、つまり2月下旬から3月に作成したと考えるのが、妥当ではないかということなんですね。で、さらにこの2月の下旬というのは、その北京オリンピックやってましたよね。で、ロシアの女子フィギュア選手たちがですね、禁止薬物の陽性反応が確認されて、批判が沸騰したタイミングでもあったと。はい、で、週刊文春もですね、そのドーピングの問題ですとか、それ以降もプーチンとか、ラブロフの愛人疑惑とか、いろんなことに触れてきたので、そのあたりが影響して入ったのかなというような気がしていますね。はい、さあ、続いてはですね、国内の話題です。こちら。ジャーナリスト江守敬次氏に語った本音、秋篠宮肉声の衝撃、小室圭さん眞子さんに先のことは誰にも分かりません。秋篠宮殿下の発言に関するこちら記事ですが、村井さん、こちら教えてください。はい、まず小室圭さんと眞子さんの結婚はですね、令和皇室を大きく揺るがすことになったことだったと思うんですけれども、はい、今回この秋篠宮さまと31年間にわたって親交のある、元毎日新聞編集員の江守敬次さんがですね、5月1日に秋篠宮という本を出されたんですね。はい、で、この本はですね、2017年から2022年にかけて37回秋篠宮さまと面会して江守さんが書いた本なんですけれども、この中でいろいろなことを語っている内容を改めて江守さんですね、週刊文春に明かしてくださったと、そういった内容の、記事になっています。はい、で記事にはですね、小室圭さんとこの眞子さんの結婚報道、これが過熱する前から秋篠宮さまがどのような心境だったのかが綴られているということのようですね。はい、取材を始めたのがですね、この本に入っている内容でいうと2017年からですので、はい、この頃はですね、NHK がニュースで眞子さまご婚約へというふうに報じた頃ですよね。はい、この頃、当時まだ、小室さんと眞子さん2人とも25歳で、生活基盤もですね、盤石ではなかったため、当時江守さんはですね、秋篠宮様にそのご結婚まだ少し早いのではないですかというふうに思って尋ねたところ、
まあ、ご自身も24歳で結婚されている秋篠宮様はですね、早くはない年齢ですときっぱりおっしゃっていたと思いますね。はい。で、結婚に反対する理由もありませんというふうに語っていたと。で、その理由として秋篠宮様が持ち出したのは憲法24条。はい。で、このと憲法24条を持ち出してですね、憲法には婚姻は両性の合意のみに基づいて成立すると書かれていると。で、私は立場上憲法を守らなくてはいけませんと。ですから2人が結婚した以上結婚はダメだと言えませんと、まあ、このようなことをお話しになっているんですね、はあ、あとは小室圭さんの仕事についてなんですが、これは何かおっしゃってるんでしょうか。はい、江森さんがですね、定職について確認しようと、まあ、されたところ、秋篠宮様はですね、そういう質問をされる江森さんをですね、不思議そうに、まあ、見ながらですね、今のお仕事が定職ですよというふうにお答えになったそうなんですね、はい。まあ、つまりですね、今後もパラリーガルのままでも良いですよと、まあ、そういうようなことをおっしゃったということなんですね。で、まあ、弁護士に比べてパラリーガルはやはりその年収低いということもあるんですけれども、はい、その年収についてもお金が足りなければ眞子さんも働けば良いし、東京都市の家賃が高ければ近くの県に住めばいいなと。で、まあ、とにかく工夫しながら2人が身の丈に合った生活をすれば良いのではないでしょうかというふうに語っていたそうです。はい、2018年2月宮内庁はですね、眞子さんの結婚を2020年まで延期すると、まあ、こういうふうに発表したわけです。この延期で時間稼ぎをした後に破談になるのではという声も当時ありましたよね。ありましたね。で、まあ、これについても江森さんはですね、まあ、当時もお会いされているので、はい、延期についてですね、正直なところお父様としてほっとされましたかというふうに尋ねたそうなんですけれども、まあ、これには明確な答えはなかったようなんですが、はい、こう少し安堵しているようなことが表情から伝わってきたというふうにおっしゃっていますね。はい。で、しかしですね、その直後にですね、秋篠宮様が二人はそれでも結婚しますよというふうにおっしゃったそうなんですね。まあ、これ今非常に江森さんはまあ驚いたというふうにお話をしていました。で、まあ、この結婚についてこの秋篠宮様はですね、今回の発表は結婚の再検討ではなく結婚準備に時間が必要だから延期を決めただけだと。で、本人たちの結婚の意思は変わらないので2020年に二人は結婚するというふうに語っていたと。はい。ただですね、一方でその直後にですね、まあ、同じタイミングでですね、先のことは誰にも分かりませんからねというふうに、まあ、さっきの言葉とはちょっと矛盾するような内容も口にされたそうなんですね。で、江森さんはこっちの方が本音なのかもしれないというふうに思ったというふうにおっしゃってますね。はい。まあ、江森さんによるとですね、やっぱりその令和の皇室というのは天皇陛下と、まあ、皇后陛下と、それから秋篠宮様のご夫妻のチームプレーで作り上げていくことになるものですから、まあ、そういう意味で秋篠宮様の肉声というものは極めて重い問いを突きつけるものではないかというふうにお話をしていましたね。はい。さあ、続いてはですね、知床の観光船の事故にまつわるこちら。知床20歳年下の再婚妻に馬、2世社長と2世医師。知床半島沖で消息を絶った観光船カズワン、5月9日の時点で乗客14人が死亡、乗員を含む12人が依然として行方不明のままです。観光船を運営するですね、会社の桂田社長は記者会見で土下座の謝罪を行いましたが、また新たな村井さん情報が出たようですね。はい、週刊文春は引き続き、この桂田社長について取材をしていたんですけれども、はい、まあ、ちょっと新たなですね、情報があったので今回報じたということなんですが、まあ、ちょっとおさらいすると、その知床ではですね、この桂田家というのは非常に有名な資産家の家でして、はい、まあ、この社長もですね、まあ、その資産家の家に生まれた、まあ、ある種 のお坊ちゃまみたいな、まあ、感じの方ではあるんですけれども、旅館業を営むですね、有限会社知床村の代表取締役となってですね、まあ、2016年にこの知床遊覧船をまあ買収したと。はい。で、観光船はですね、まあ、ずっとこの桂田社長はやりたがっていたそうなんですが、この経営権をこう思い切って買った背景にはですね、東京にあるコンサルティングファームのですね、アドバイスがあったそうですね。はい。で、このコンサルをしたのがこの株式会社武蔵野っていう会社のですね、小山昇さんというまあ方なんですけれども、はい、まあ、この方結構有名な方で本もたくさん出しているんですが、桂田社長はですね、かなりこの小山さんに心酔をしてまして、はい、その社員にですね、小山さんの本を音読をさせていたと、まあ、そういうような話もあるんですね。ということは、まあ、今回この桂田社長はですね、そのコンサルタントのそのアドバイスに基づいて観光船の仕事をまあ買収したということのようなんですが、見出しにも出ている20歳年下の妻というのは、これはどういう方なんでしょう。はい、まあ、
仕事ではね、その観光船や、それからまあ地元のホテルを買い取ってリニューアルをしたいとかいうことをしていたまあ社長なんですけれども、実はその頃にですね、桂田社長、20歳年下の英子さんと再婚しているんですね。はい。で、もともと別の方と結婚されていたんですけれども、この桂田さんの会社でですね、受付をしていたこの英子さんという方と、まあ、再婚されたと。はい。で、この英子さんが結婚を機にですね、まあ、退職をされるんですが、社長はですね、そんな英子さんに何でも買ってやるというふうに豪語してまして、で、それでプレゼントしたのはですね、馬だったんですね。村さん、これ、なんで馬なんでしょうね。はい、実はですね、調べると、英子さんはその結婚する前に馬術の大会に出る、そんなことをしていた人だそうでして、その乗馬がやりたいというふうに話していたと。はい。だから買ってあげたということなんですね。あら、で、まあ、社内でではですね、これ馬なんて、まあ、普通になかなか買わないですから、はい。会社の金で買ったんではないかというふうにしきりに言われていたところなんですね。まあ、さらにですね、再婚する直前にはですね、観光船の仲間と一緒に、まあ、研修というふうに称してですね、フィンランドに、行っているそうなんですけれども、まあ、実際はですね、単なるまあ旅行だったそうですね。はい。で、まあ、東京のコンサルの言うことを聞いてですね、まあ、船、ホテルを買い進めている傍らにですね、こう再婚した、まあ、20歳下の妻には、まあ、馬をプレゼントして、で、自ら北米の、北欧の旅行を満喫すると、はい。まあ、こういうことをしている一方で、経営状態がどんどん悪くなってしまったということらしいですね。村井さん、あともう一つ、偽医師というキーワードが、これ、見出しにあるんですが、これは何でしょう？はい、こちらはですね、2020年の7月にですね、小型船舶の免許を持つ X という、まあ、人物がですね、はい、この買収した観光船の会社にやってきたそうなんですが、ええ、まあ、当初、桂田社長はですね、その X は一級会議士の資格を持っているんだと、まあ、興奮して言ってたそうなんですけど、それまあ乗船させるとですね、この乗客3人を怪我させる事故をすぐに起こしてしまう。で、従業員がですね、桂田社長に、ちょっとあの人の免許をきちんと確認した方がいいというふうに言ったそうなんですけど、まあ、それを社長はスルーしたと。はあ、で、まあ、この人物が実はすごい問題があった人物でして、というのも実はですね、過去に医師法違反容疑で逮捕されていたことがあったんですね。この人物が。この X という人なんですが、はい、で、これ東日本大震災の、まあ、ボランティアの専属医師をかつて務めていたことがあるんですけれども、まあ、この後日ですね、その X さんはその医師免許を持っていなかったということが発覚しまして、はい、それでまあ逮捕に至ったと。まあ、他にもですね、2006年にはまあパイロットを装ってですね、複数の女性から数百万円を騙し取ったとして、詐欺罪に問われて実刑判決を受けたりですとか、まあ、非常にですね、こう危なっかしい方でして、はい、まあ、人命に直結しかない高校を任せていた、こんな人物に任せていたということが分かったんですね。はい、そうなんですね。はい、さあ続いてはこちら行きましょう。横浜ゴム社長、沖縄パパ活写真。まあ、パパ活というのは一応念のため、お伝えすると、若い女性が男性とデートをする対価として金品をもらうことを指しております。で、この横浜ゴムの社長がですか、これ、まあ、写真もあるんですけど、これ親子ほどの年の差がありそうですね。いや、本当にそうなんですね。30歳以上差があるんですけれども、横浜ゴム山石社長は59歳、はい、で、まあ、今回のお相手の女性は26歳の大学院生なんですね。で、横浜ゴムの関係者によるとですね、社長はですね、大学院生の英子さんに心底を入れ上げてまして、はい、もう日々パパ活に励んでいるということなんですね。で、この相手の英子さんとのその定期契約の関係はもう5年以上続いているそうでして、はい、で、まあ、共通の趣味として、まあ、ミシュランの店巡りですとか、うん、あとはですね、国内外の高級ホテルに泊まって、その度に高額なブランド品を買い与えていたりとか、そういうことを増しているそうですね。はい、これ写真は2人が旅行している様子ですね、これね。はい、これは週刊文春がですね、4月に2人がですね、沖縄を旅行している様子を、ね、キャッチしたものですね。はい。で、まあ、この時社長はですね、ブランド物の帽子の9万円ですとか、あとはバッグ47万円というものをですね、買ってプレゼントをしていたと。まあ、その他にもごまごま購入をしてまして、合計はおよそ100万円を超えるんではないかとあれですね。で、印象的だったのがですね、そのホテルのバーでジャズの生演奏をまあ2人で聞いてたんですけど、山石社長がまあ演奏を聞いてうっとりしている一方でですね、英子さんは無表情で、その店内をですね、一家カップルを目で追っているという、まあ、こういったところもちょっとかなり印象的な感じがしますよね。なんか先ほど村井さんおっしゃったみたいに、その定期契約みたいな、そんなところがここの表情にも出てきてるようですけども。ちょっとね、感じますよね。ですよね。そういうところね。どうやって出会ったんですか？
実はですね、週刊文春、この後山石社長に直撃をしたんですけど、ご自身で、はい、教えてくださったんですが、まあ、社長によるとですね、出会いは英子さんが働いていた銀座のクラブだそうですね。はい。で、まあ、当時ですね、英子さんはその親がお金を出してくれないと、で、まあ、いろいろなバイトをしていて、で、このままじゃ大学を辞めなきゃいけないんだというふうに言われたと。はい。で、まあ、それをまあ言われたので、そのまあ山石さんは非常にこう不憫にやったというふうに言ってるんですね。で、まあ、ブランド品を買い与えていたのはですね、その学生に人気のものなどをいろいろと英子さんに教えてもらっていることがあるので、そのお礼として買ってあげていたというふうにご自身で説明をされてますね。まあ、これ気になるところを押さえておきたいのは、どういう関係だったかってところかと思うんですけども、はい、これ肉体関係があったってことですかね、やはり。これもしっかり聞いたんですけれども、社長は肉体関係については固くなに今否定をされていますね。ただ一方でですね、同じ部屋に泊まったり、都内でもホテルで定期的に会っていることはまあ確認をしているんですよね。で、まあ、最終的にはですね、その山井社長はその少子 の取材に対してですね、会社に迷惑をかけたくないので、もう明日にでもちゃんと彼女と会って話して関係を清算しますと言いまして、はい、持っていたペットボトルのお水をですね、ごくごくとこう喉を鳴らしながら一気に飲み干していたということになりましたね。村井さん、光景が浮かびました今ね。はい、はい、そうですね。さあ、続いてはこちら行きましょう。小林麻耶がすがるスポンサー男。フリーアナウンサーの小林麻耶さんのこの周りがですね、ざわついていますが、3月下旬以降、小林さんが市川海老蔵さんを許さないなどとするこの発信の舞台となってきたのがアメーバブログ、通称アメブロでした。そこと村井さん、今回揉めたそうですね。はい、アメブロと揉めてるんですよね。アメブロでの投稿を休止するというふうに、まあ、発表したわけなんですけれども、まあ、その理由についてですね、そのブログの個人収入を減らされているというふうに麻耶さん側は主張しているんですね。はい。まあ、アメブロなんですけれども、アクセス数に応じて、まあ、ブログを書いているブロガーにですね、広告収入が支払われる、まあ、仕組みになっているんですけれども、まあ、小林麻耶さんの月間アクセス数はですね、まあ、これだけ話題になってますので、はい、1億9000万ぐらいなんですね、アクセス数が。まあ、普通のニュースサイトにも匹敵するアクセス数だと思うんですけれども、なんですけど、収入がそれに見合っていないというふうに、まあ、麻耶さんは主張されているんですね。はい。で、それでアメブロ側が自分のアクセス数を改ざんしたと、そういったことまで訴えているんですね。訴えた。はい。ただ、まあ、一方で、アメブロ側の運営側のサイバーエージェントに、まあ、週刊文春取材したところ、そのアクセス数を改ざんしたりとか、収入を減らした事実はないというふうに、まあ、言ってるんです。ね、こちら、このアメブロで書かなくなると収入源断たれてしまうわけですかね。はい。で、まあ、そういう状況になって、今その発信の場所をですね、ノートっていうプラットフォームに、まあ、麻耶さん移しているんですけれども、はい、まあ、こちらでですね、有料のブログを運営してるんですが、まあ、その会員数などを想像するにそんなに大きな収入にはなりえない感じなんですね。はい。そんな麻耶さんにこのスポンサーがいるという話なんですけれども、まあ、この方、ウッチーさんというふうに麻耶さんは呼んでるんですが、神奈川県でですね、広告関係企業とか町おこしの NPO 法人を運営している方でして、小林麻耶さんの夫の国光さんがですね、まあ、高校卒業後に、まあ、EXILE のバックダンサーをしていたみたいな話は、以前もこのラジオの話をさせていただいたなと思うんですけど、まあ、その、ウッチーさんとですね、その小林麻耶さんの旦那さんがもともと知り合いだったと、まあ、古くからのダンス仲間だったと、ね。で、今ではですね、その、まあ、夫婦ともどもですね、ウッチーさんと親しくしてまして、はい、その誕生日会を開催するほど深い仲間。SNS でもですね、たびたび麻耶さんのことをウッチーさんは援護射撃をしてますし、まあ、非常に親しいということは言えるのかなと。で、この方にですね、週刊文春直撃取材をしていますので、それはぜひ、雑誌の記事の方でですね、内容をご確認いただければと思います。はい。今朝紹介した記事について詳しいことは、今日発売の雑誌週刊文春、または1日早く読める週刊文春電子版、ぜひお読みになってください。今朝のこの時間、週刊文春電子版コンテンツディレクター村井源さんにお話を聞きました。村井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。